こんにちは、お魚チームのシーマンです。ついに辰の落とし後の出産シーンの撮影に成功したので、皆さんにもお見せしたいと思います。今回出産したのはヒメタツという種類のタツノオトシゴです。こちらがヒメタツです。今回出産した子ではありませんが、この子も妊娠しています。頭のトサカが特徴です。日本と韓国の一部にしか生息していない珍しい種類です。2017年に新種登録されたタツノオトシゴの仲間でもあります。ちなみにタツノオトシゴはオスが出産をします。オスのお腹から赤ちゃんが出てくるって不思議ですよね。オスのお腹には育児脳と呼ばれる袋がついています。メスは卵をオスの育児脳の中に産みつけます。こんな感じでお腹とお腹をくっつけます。この時ハートの形に見えるんです。たまたま目撃して慌てて撮ったのでブレブレですいません。今の映像もだいぶ前に撮った違う個体の映像です。種類にもよりますが、この後 2,3 週間くらいで子供が生まれます。それでは大変長らくお待たせいたしました。今回撮影できたヒメタツの出産映像をご覧いただきましょう。お父さんのお腹からボールのように飛び出して巣立っていきます。すごい神秘的な光景ですね。画質が悪いのがもったいない。この小さなお腹に今回の出産では30匹ほどの赤ちゃんが入っていました。ヒメタツの赤ちゃんは生まれた直後から枝につかまります。そして生まれた直後から餌を食べます。種類によっては浮遊性の赤ちゃんもいて、浮遊性の赤ちゃんは育てるのがめちゃくちゃ難しいです。なのでヒメタツの赤ちゃんは飼育がまだ簡単な方なんです。それでもなかなか難しいんですが、ヒメタツのお父さん、出産お疲れ様です。さあ、ここからはシーマンの番です。生まれた赤ちゃんたちが大きくなるまで頑張って育てていきます。こちらが生まれて2ヶ月のヒメタツの赤ちゃんです。